コーヒーやその他の飲料に含まれるカフェインは世界で最も広く使われている抗精神薬である。北米の成人の90%がこの物質を日常的に摂取している。約90%のアセチルサリチル酸と少量の不活性重填剤及び結合剤から構成されるアスピリンの素状。アスピリンは痛み、発熱、炎症の治療によく用いられる。 医薬品である。薬物とは、生物が摂取することでその生理や心理に変化をもたらす物質のことである。一般に、薬物は、食品や栄養サポートのための物質とは区別される。薬物の摂取には、吸入、注射、喫煙、摂取、皮膚に貼るパッチを介した吸収、座薬、またはゼッ下で溶かすなどの方法がある。 薬理学で薬物とは生体に投与されると生物学的な効果をもたらす化学物質を指し一般にその構造は分かっている。医薬品とは薬剤または薬とも呼ばれ薬物治療治癒予防診断あるいは健康の促進のために使用される化学物質である。伝統的に薬物は薬用植物から抽出し入手していたが最近では 有機合成によっても得られるようになった。医薬品は限られた期間で使用する場合と慢性疾患に対して定期的に使用する場合がある。多くの医薬品は薬物分類で分類される。それは化学構造が類似しており、同じ作用基準を持ち、関連する作用機構を持ち、同じ疾患の治療に使用される関連医薬品のグループである。最も広く使用されている。 医薬品分類システムである解剖治療科学分類法では医薬品に固有の英数字からなる ATC コードを割り当て ATC システム内の特定の薬物分類に割り当てているもう一つの主要な分類システムは生物薬剤学分類ともみなされているすべての薬物には潜在的な副作用があるいくつかの抗生新薬の乱用は死壁や 身体的依存を引き起こす可能性がある。興奮剤の火曜は精神刺激薬精神病を引き起こす可能性がある。多くのレクリエーショナルドラッグは違法であり、それらの禁止を目的とした麻薬に関する単一条約などの国際条約が存在する。英語のドラッグという名詞はコフランス語のドローグに由来し、おそらく乾燥を意味する中期オランダ語の ドローガから派生したと考えられ、乾燥物として損に保存した薬用植物を意味する。ネキシウムはプロトンポンプ阻害剤で胃酸の分泌を抑えるために使用される。薬剤や薬とは病気や医学的症状を治療したり改善したりするために服用する薬物のことである。また、将来的な効果が見込まれる予防医学としての使用もあるが、既存、起用の病気、 または症状を治療するものではない。薬剤の調合は政府によって3つのカテゴリーに分けて規制されることが多く、薬局やスーパーで特別な制限なく購入できる一般用医薬品、医師の処方箋を必要とせずに薬剤師が調合する用指導医薬品及び資格のある医療従事者、通常は医師の処方箋が必要な処方箋医薬品に分けられる。 イギリスでは市販の医薬品は薬局販売医薬品と呼ばれ薬剤師または薬剤師の監督のもと登録された薬局でのみ販売することができる。これらの薬剤はラベルに文字 B で示されている。処方箋なしで入手できる薬の範囲は国によって異なる。医薬品は通常製薬会社によって製造され開発者に製造する。 独占的権利を与えるために特許を取得していることが多い。特許を取得していないものは特許権者からの制限やライセンスなしに他者が生産できるためジェネリック医薬品と呼ばれる。有望なアマゾンのシャーマン・サン・ペドロは抗生審査用のあるサボテン一部の宗教、特に民族宗教の中にはエンセオジェンと呼ばれる薬物の使用に完全に基づいているものがあり、ほとんどは サイケデリックス、カイリ性麻酔薬、専毛発生薬などの幻覚剤である。塩セオジェンとして使用される薬物には、興奮剤、鎮静薬、多硬化薬、麻酔薬として作用するカバがある。カバ植物の根を使って作られた飲料は、太平洋の文化圏で飲まれている。異文化の一部のシャーマンは、宗教的なエクスタシーを達成するために、 内なる神を生み出すと定義されるエンセオジェンを使用している。アマゾンのシャーマンはこの目的のために幻覚剤であるアヤワスカを使用する。マサケコ族のシャーマンは高精神作用の植物であるサルビアディビノラムを宗教的に用いる長い伝統を持っている。この植物はスピリチュアルヒーリングの場で原始的な意識状態を促進するために使用される。 シレネカペンシスは、コサ族では、神聖な植物とされており、エンセオジェンとして使用されている。その根は、伝統的に、シャーマンの導入プロセスにおいて、鮮明な名跡も誘発するために使用されている。この植物は、よく知られている、ドリームハーブのカレアテルニコリアに似た、天然起源のオネーロゲンに分類される。小さなトゲのないサボテンのペヨーテは、 幻覚性を持つメスカリンの主な原料であり、おそらくは5000年前からアメリカ先住民によって使用されてきた。現在、ほとんどのメスカリンは不安定なペヨーテからではなく、特にサンペドロなど数種の柱サボテンから採取されている。また、エンセオジェニックな大麻使用も何世紀にもわたって広く行われてきた。ラスタファリ運動では宗教的儀式の生存として、 マリファナを使用する。一般にマジックマッシュルームやシュルームと呼ばれる幻覚性マッシュルームは長い間エンセオジェンとして使用されている。高知製薬は一般にスマートドラッグとも呼ばれ人間の認知能力の向上を標榜している薬物である。高知製薬は記憶、集中、思考、気分及び学習能力を改善するために使用される。 学生の間で勉強薬として次第に使われるようになった抗精神薬はメチルフェニデートであり注意欠陥多動性障害やナルコレプシーの治療に使われている。高容量のメチルフェニデートは高い依存性を示す恐れがある。深刻な依存症は精神病、不安障害、心臓病につながる可能性があり、この薬物の使用は自殺や 過量服用の増加に関係している。学生用途の外で使用するための証拠は限られるが、それが一般的であることを示唆している。メチルフェニデートの蒸脈内処置はリタリンハイと呼ばれる排気種性障害を引き起こす可能性がある。デザイナードラックと呼ばれる別の薬剤が作られている。今日、デザイナードラックと呼ばれるものの初期の例は、 抜角から合成された LSD である。他の例としては身体能力を向上させるために服用されるデザイナーステロイドのような能力増強薬の類似物があり、この目的のためにプロのスポーツ選手によって使用されることがよくある。その他のデザイナーズドラッグは合成新作薬の効果を模倣する。1990年代後半からこれらの合成薬の多くが同定されている。 日本やイギリスでは、これにより多くのデザイナードラッグが、一時指定薬物として知られる、新しい規制薬物のクラスに追加されるようになった。合成管のビノイドはより蒸期にわたって作られており、デザイナーズドラッグの脱法ハーブに使われている。タイマは、一般的に使用されるレクリエーショナルドラッグである。レクリエーショナルドラッグの使用とは、前向きな感情や気持ちを生み出すために、 中枢神経系を変化させることで、意識状態を変化させることを主な目的とした薬物の使用である。幻覚剤の LSD はレクリエーショナルドラッグとして一般的に使用されている抗生神薬である。一部の国内法では様々なレクリエーショナルドラッグの使用が禁止されており、また、娯楽目的で使用できる可能性のある医薬品はしばしば厳しく規制されている。 しかし、それらは多くの管轄域で合法であり、文化的にも広く受け入れられているレクリエーショナルドラッグは数多くある。大麻は世界で最も多く消費されている規制対象のレクリエーショナルドラッグである。多くの国でその使用は違法であるが、いくつかの国で通常は個人的な使用に限定するという条件で合法的に使用されている。大麻はマリファナの形でも ハッシュの形でも使用できる。マリファナーハッシュよりも穏やかな形の大麻である。合法的なレクリエーショナルドラッグの商品や購入には年齢制限がかけられる場合がある。多くの地域で合法的に受け入れられているレクリエーショナルドラッグには種類、タバコ、ビンドウジ、カフェイン製品などがあり、世界の一部の地域ではカートなどの薬物の合法的な使用が一般的である。 娯楽目的で使用される多くの合法的な中毒性物質にはリーガル肺あるいはゲートウェイドラッグと呼ばれるものがある。これらの中でも最も広く使われているのがアルコールである。すべての薬剤はいくつかの経路で投与することができ、多くの場合複数の経路で投与することができる。多くの国には薬物の製造や使用を管理及び監督し、 様々な薬物法を施行する政府機関がある。1961年に採択された国際条約、麻薬に関する単一条約では医療研究や治療に用いられるものを除いて麻薬の使用を禁止している。1971年に新しいレクリエーション用の抗生新薬や幻覚剤を扱うために第二の条約、 抗精神薬に関する条約を導入する必要があった。抗精神作用の植物であるサルビアディビノルムの法的地位は多くの国で異なり、さらには米国内の州でも規制の程度が異なる。米国の連邦機関の食品医薬品局では、食品の安全性、タバコ製品、栄養補助食品、処方薬及び市販薬、ワクチン、バイオ医薬品、輸血、医療機器、 電磁波放出機器、化粧品、動物用飼料、動物用医薬品の規制と監督を通じて、公衆衛生の保護及び促進する責任を負っている。インドでは、インド政府内無償管轄の連邦法執行機関、及び情報機関である、麻薬取締局が、麻薬及び、抗精侵薬法の規定に基づき、麻薬密売の対策と違法薬物の国際的な、 使用支援を任務としている。日本国内における薬物規制に関する法律は薬物四法、麻薬特例法、医薬品医療機器等法などがある。うち薬物四法と国際条約との対応は次の通りである。日本ではタバコは未成年者喫煙禁止法、アルコール飲料は未成年者飲酒禁止法による規制がそれぞれ存在する。ありがとうございます。